どうも皆さんこんにちはあきヨですダヴィンチ・リゾロブへようこそこのソフトをね選んだあなたは最高です正解ですダヴィンチ・リゾロブというのは今最も勢いがあって90%以上の機能が無料版でも使えるまさに最強の編集ソフトです今回はダヴィンチ・リゾロブの認定トレーナーでもある僕がこのソフトをなんとたった15分で覚えることができるように一緒に学んでいけたらなと思いますではまずはダヴィンチ・リゾロブをダウンロードしてください有料版のスタジオと無料版がありますが無料でも問題なく使うことができますので まずは概要欄のリンクからダウンロードいただければなと思いますそれでは早速やっていきましょうまずはダヴィンチ・リゾルブを立ち上げますそうするとこのような形の場面が出てくると思いますのでここで新規プロジェクトを作成します今回ここで編集したい内容でタイトルをつけますまあ自分が分かればいいのかなと思います でそうするとこのような画面が開いてきまますすす大丈夫ででめめちゃめちゃゃ簡単です、ま、ずこの画面がプロジェクトになりますのでこのプロジェクト全体の設定をまずは行いましょう右下のダイヤルボタンこれですねプロジェクト設定を開いていただいてタイムラインの解像度というのがありますここで皆さんがフル HD でやりたいのかあるいは 4K でやりたいのかを設定しましょう 3840×2160 が 4K でこちらの 1920×1080 がフル HD になりますでタイムラインのフレームレートも基本的には 30fps がテレビとか YouTube か で多いのでこれでやっておおくととみのあるる動画になるかなか思いますこれで一旦作ってみましょうでそしてここから編集に入っていくわけですがまずはページの構成について理解していきましょう左からメディアプルこちらで素材を取り込んだり行ってカットページで動画のカッティング作業を行うことができますでそしてエディットページでメインの編集いろんなエフェクトを追加したりサウンドエフェクト BGM などを 追加したりあらゆるることがでで、きるようななページになっています。フュージョンページに関しては正直結構アニメーションとかちょっと難しくなるので今回は省きます。ここは覚えなくても全然大丈夫です。で、カラーページで動画とか写真の色の編集とか明るさを調整、あとは今回は美肌補正とかも行いたいと思います。で、フェアライトページというところがあってここでオーディオ部分を調節することは可能ですが基本的にエディットページでもできますのでここも今回は省いて大丈夫です。で、最後にデリバーページで書き出すと動画を保存するような流れになります。基本的に デッチドロップでは左から順に始まって右にに進んでいいくとううよななやり方になり方まますでまず素材を取り込んでいきたいところではあるんですけどもうエディットページで全てできるのでエディットページだけまずは覚えていきましょう素材の取り込む方法としてはドラッグドロップでここに直接入れていただいて構いませんし右クリックで「 メディアの読み込み、そして今回のね、えー、素材、取り込みたいもの、使いたいものを全部ね、えー、開くと。そうすると、このようなタブが開くのですが、一旦ここは先ほど設定しましたので、変更しないで大丈夫です。そうするとですね、こんな感じで動画素材と音声とか写真とか、BGM とか、そういったものが取り込むことができます。それでは早速ね、見ていきたいと思うんですけれども、ちょっと今回はグアム旅行に行った時の動画なんですが、まず、動画素材を一旦タイムラインというところに入れてみましょう。そうすると、このように取り入れることができました。で、今 2つの画面があるんですけどこれ少しややこしいのでもうシングルビューアモードに変えてあげて大丈夫です2つのうち左側がこっちのメディアプールでの確認になっていてこっちの右側がタイムラインの方の確認になりますでも基本的にタイムラインの確認ができれば十分だしこっちでも操作をすればメディアプールの方の確認できますので特にね1個で問題ないかなと思いますでちなみにですが縦動画の編集を行いたい方はここを押してくださいこれでポートレートというものを選択してあげるとこれで縦サイズになりました なのでこれでもう縦動画としてまあ最近のね YouTube ショート TikTok リールとかをねえ作ることができるようになります、まあ、今回は横でやるのでこっちにね戻しましょうかで 4K に切り替えたい方はこっちですねはいにしてあげると 4K で編集ができますそれではね実際に編集を行っていきたいんですがまず基本情報として素材を取り込んでいただいた時に上に出ているのが動画素材下に出ているのが音声素材になりますでトラックも上と下で分かれていますよねなので画像とか動画データっていうのは上に上にね 取り込んでいくような形になりますし BGM とかっていうのは下にね取り込んでいくというふうに覚えておきましょう素材の取り込み方はいくつかありましてここの素材を選択していただいた時にここはいこの上のこちらのねものを押しながらドラッグアンドローブすることで音声を、えー、取り込まずに読み込むこともできますし逆にですねこちらオーディオの波形を押してあげるとはいこうするとオーディオだけを取り込むこともできるようになりますでそしてですねここのビューアーのサイズを変えたりだとかトラックのね大きさであったりとか ここのね、拡大縮小というのもやりやすくなっていますし、あとはここの、ねはい、タブでここタイムラインを拡大してあげることができます。でこのタイムラインというものはです、ね、左から始まって右に進んでいくと。 はい、なので動画の後半というのがこっち側になって動画の始まりは左側になりますなので可視化された時系列と思って、えー、左から右に進んでいくように作っていくとすごく分かりやすいんじゃないかなと思いますそれではね実際の編集になるんですけれども基本的にですね今この矢印ボタンというものが通常の選択モードになっていてスペースボタンを押してあげるとこの再生停止という分かれがありますのでスペースで進んでもう一度スペースで停止させることができますでここから後半がいらないなとなった場合はブレード編集 ツールですね、これを押してこれを、はい、押してあげるクリックすると動画を分割することができます簡単ですよねでこれをねちょっと間違えたなっていう時はコマンド Z で、はい、取り消すことができますこれも覚えておいてくださいなのでいらない部分をねこうやって切ってあげて元のツールに戻して選択デリートでこれを詰めてあげると、はい、カッティング作業ができると いた形になりますでここのマグネットのねオプションを絶対しておいてほしくてこれがねないとですねオ,オフにしているとこのどこにつ、ね、なげようかっていう時にあのくっつかないんですよねこれをオンにしてあげることでこうパチッとはいくっついたりだとかあとはこれもパチッとくるようになったりしますのでこのマグネットがないとちょっとねあの 微妙に合ってないという時があるのでここはオンにしてあげるとといいと思い思ますでリンクボタンですねこれを切ってあげると動画と、ね、音声データを別々に選択することができますなので別々に消すこともできたり別々に持ち上げたりすることもできたりするようになりますねなので動画をね両方ともこうやって切りたい時はこうやってやってあげるといいかなと思いますでそしてですね動画のトリムですねこれ非常に便利になるんですけれどもちょっと拡大してあげてこの動画をですねもう少し後から始めたいなと思います 例えばここの境界線部分でこういう風に、はい、閉じてあげると、ちょっと動画のね尺を変更させることができます。こんな感じですね。あるいはここの接続部に対して真ん中に持ってきてこうやってあげると、はい、左の前のクリップは消しながら。 後のクリップを伸ばすすことがでできるんですよなのでこれでカットポイントを柔軟に変更することもできますしあとはこっちのものをね長くしたりとかでくっつけたりとかよりですね、はい、いろんなことができるようになりますので是非ねこれも使ってみてくださいでそしてですね複数トラックの活用ですね例えばこの写真ですねこれをね使いたい時とかなんかはこういうふうに はい、上に追加していくことができますそうすると複数の、ね、トラックを重ねて使うことができたりしますねでちょっと見にくかったらこんな感じでやってあげるといいかなと思いますこれによってどんどん上にね積み重なっていくこともできますしさらにね今ちょっと写真が大画面になっているので「インスペクタ」というものをね右上から開いていただいて「変形」ですこれのズームを、はい、こういうふうにすると大小を変えることができて1で「X 軸横ですね Y 軸縦」を変更することもできるようになります でもちろん角度の調整もできますし、ここの合成の、ね、不透明度というものを使えば、ちょっと透明感を、ねえー、出すことも、はい、できたりしますと。なので僕がどういう時に使うかというと、こういった写真をですね、なんかトーク中とか、えー、おしゃれな Vlog を作っている時に、このエフェクトの中のジェネレーターというものを、ね、使って、単色というものを、ね、ここに引いてあげます。これも同じサイズにしてあげて、でこの単色のカラーというものを、ね、設定できますので、 これでですね、まあ、ちょっとどんな方法でもいいんですけど、これのね、ホワイトとかにしてあげると、こういう風にね、写真だけを途中でパッと出すことができるといった形になります。ではね、この編集中のものに対してミュージックをつけていきましょう。メディアプールに取り込んだミュージックですね。これを下側にドラッグドロップしましょう。で、動画の一番最初に持ってきて、そうすると、 こんなな感じになりますねでちょっと音声が大きいので、えー、ボリュームを下げてあげます。これはですね、このね、ミュージックトラックに実は真ん中にね、線があるので、これをね、下げてあげると、音声をね、オーディオの 強弱を、ね、つけるこことがでできますこれすすれごく簡単ですね逆に、えー、ちょっと声が大きいなとなればこっちを下げていくことができるので音楽を目立たすことも可能になったりしますで逆に喋ってる時はね小さくしたいけどこうやって景色を見るときは上げたいなっていう時あるじゃないですかそういった時はこの BGM をクリックしてあげて同じくインスペクタのオーディオのボリュームですねこれになんかこんなダイヤのマークがあるんですよこれをねちょんとつけてあげてくださいでもう1回 えー、上げたいところら辺ですねに進めてあげてでちょっとここのねボリュームを上げてあげるんですよねそうするとはい段階がねできましたねこれで途中からこんな感じで BGM の音声を上げることもできるし後からね自由に もう一回、上げ,下げを、ね、することこでね、オーディオのキーフレームっていうものを打ってあげれば、ここから下げることもできます。で、これはですね、Mac の方だったら、オプションキーを押しながら選択するとね、簡単にこれつけれますので、めっちゃ簡単にできますので、また下げてあげるといったことができるようになります。で、この音楽に関しては、僕はね、アートリストというものを使っていて、これは著作権フリーで商用利用もできるので、無制限ダウンロードできるので、僕はね、登録してやっていますし、もう完全無料でやりたいよっていう方は、YouTube のオーディオライブ ブラリーというものがね無料で使えますのでそういったところからダウンロードしてやってあげるといいかなと思いますであとは効果音も一緒ですねちょっと今回はいこういったねカメラのシャッター音をね入れてみましたこれをですねこの写真のね表示されるタイミングに合わせてあげたりするとすごくおしゃれなんですよ こんな感じで旅のね動画の中に写真もね混ぜていくとすごくおしゃれに見えますよね。まあ、そういった形で編集を進めてもらいつつ他にも便利な方法として素材を取り込む時にイン点アウト点というものをね選ぶことができます。キーボードの I を押してください。そうするとこういった始まりのポイントを作ることができて逆に O ボタンをつけるとアウトボタンですね。はい、これで終わりの部分をつけるると、とそうすると 自分がね今こことここの中で区切った部分だけを取り込むことができたりしますのでめっちゃね編集が楽ちんになってきます、まあ、そんな感じでいろいろとねちょっと自分なりにここら辺使いたいなっていうのを並べてあげてくださいで最後の部分でですねここで、はい音楽が勝手に終わってしまうので拡大すると出てくるんですけどここにタブが出てくるんですねこれをねこうビーッと弾いてあげると音楽がフェードアウトしますで動画もですねこうやってやってあげたりするとこうやると はい、フェードアウトで終わらせることができます。でこれは始まりもいな一緒ですね。こうやってタブを出すことができるのでちょっとね優しく始めたい方はこうやってやってあげるといいかなと思います。であとはテキストの表示とかですよね。これはエフェクトの中にありましてタイトルを出してください。でここにテキストっていうのがあるのでこれをもうドラッグアンドドロップで、はい、テキストを出すことができてこれを例えばグアムとリップみたいな形でやってあげてフォントもね自由に決めれますのでちょっとおしゃれなものとか探してあげてください。 でサイズだったりトラッキングというのはフォントの、ね、間ですねあとはドロップシャドウとかをねちょっとつけてずらしてあげたりするとちょっとねより見やすくなったりしますねでダビンチ・リゾルブすごくいいのがですねこういったフォントももちろんではあるんですがこのフュージョンタイトルのがねすごくいっぱいありますでこの中から気に入ったものをね1つ選んでいただいて例えばこういったものとかを使ってあげると再生するとこうやってちょっとアニメーションがね表示されますこういったものもねもうデフォルトでたくさん入ってますので好きなものをね活用していただいて いいいいただければいいのかなと思いますしこのアニメーションのすごいところはこの尺もねそれに合わせてやってくれるので非常に使い勝手がいいですでちなみになんですけど僕が作ったメガフォントパックというです、ね、プラグインを使っていただくとこんな感じの可愛いねテキストとかザ・ o u t u b e とかに使えるようなもので、ね、自由にお使いいただくことが、ね、できたりしますのでこんな感じでちょっとねこうツッコミを入れたりだとかあとはなんかこう解説をねしたい時にこの辺がいいかなはいこことかで。 あ赤にしまししょうか赤にしてあげて「ファイヤーダンスショーを見に来ました」みたいな感じでやってあげてちょっとサイズとかこういった感じで。 やってあげたりするとこう説明とかもねできるようになったりしますので、まあ、メカフォントパックっていうものも、ねえー、ダウロ概要欄からね使うことができるようにしておりますのでぜひねこちらもチェックしてください。であとはトランジションですね、えー、これもたくさん入ってますビデオトランジションの中にですねクロスディゾルブっていうものがあるのでこれをですね動画と動画の間につけてあげるとこういうふうにこうふわっとシーンが変わってきますし結構、ね、いろいろとあるんですよスライドとかをね上,上からやってあげてもすることと。 はい、こんな感じでトランジションというものをねたくさん作ることができるので困難とか、まあ、困難とかねめっちゃいろいろあるんですよねなので、まあ、これもですねあの気に入ったものを使っていただくとこんな感じで、はい、たくさん使っていただけるかなと思いますではもうだいぶ終盤ですカラーページに行ってくださいここでですねちょっと色の調節を行っていきましょうえここでちょっとね編集したいクリップを選んでいただいて、まあ、ちょっとこの濃度というのは今回はもうほぼ無視して大丈夫ですでここのサイドというものをね、はい、上げてあげるとちょっと色をつけたりとか えー、抑えることもできたりするしで原因とかを上げると明るさをね上げたりとかガンマでねよりこうふわっとさしたりねすることができます逆にコントラストをねつけることもできたりしますねであと美肌補正だけちょっとね、えー、知りたい方いるかなと思うんですがもしねこれをやる方はちょっと右クリックでノードをね追加してシリアルノードというものをね追加してあげてくださいちょっとわかりにくいんですけど、えー、これをね追加してこの2番でやってくださいでここにたくさんツールがあるんですけどこの左から4つ目のクオリファイにしてあげてでこれをねちょっと オンにしててあげくださいここのねこんなボタンですねでその状態でクリックしながらこうビーッと、はい、補正したいところをこんな感じで選択しますで戻してあげてでここでエフェクトからビューティーというものがありますこれですねこれを入れてあげるとめっちゃねこれでもう一瞬で肌の補正ができるんですがこれねちょっと有料版なんですよねただね無料でもやる裏技がありますこの状態でですねミッドディティールというものねはい下げてあげると分かるかなちょっとこうめっちゃふわっとするんですよ 全然違いませんかビフォーアフターみたいな感じになるんですけど。 ちょっとね、今後ろもなってますが、こんな感じでできたりしますね。なので、ちょっとね、こういった補正したい方は、このビットディティールとか、あるいはこのままちょっとね、原因を上げてあげると、このままトーンアップすることもできたりしますので、えー、こうやって使ってあげるといいんじゃないかなと思います。それでは動画がね、だいぶとできましたので、書き出し、保存設定を行っていきましょう。最後はデリバーページですね。で、ここでね、もうクイックにやりたいので、H264 マスターというものを設定してあげる、もしくは H265 でもいいです。僕は H265 にしていて、H265 だと容量がすごくちっちゃいんですよ。でもいろんな ところにデータをね。渡したり共有するっていう方はちょっと汎用性という意味で16。4にしてあげると思います。でも、ほぼ自分完結の方は26。5でいいと思います。でですね。mov であればクイックタイムだし、mp4 がいい方はここで選択をしてあげてですね。でもうほぼこれでうん。オッケーです。で、タイムラインのここをですね。インテンアウト点を同じようにつけることができますので、書き出したいところですね。一番最初から一番最後まで選択をね、えー、してあげて。 で、ブラウズですね。ここで保存先を決めます。で、ここにファイル名をね、入れましょう。はい、グアムトリップにしましょう。で、レンダー級に追加というものを行っていただいて、レンダーを押すと。これで、このね、動画を書き出すことがすぐにできるようになります。はい、終わりました。で、確認すると、このグアムトリップというものが、はい、保存されて、 はいしっかりと作ることが無事に作ることができました。はいということでいかがだったでしょうかめちゃくちゃね簡単にできたんじゃないかなと思うんですけどせっかくねちょっとこの動画を見ていただいているので、まあ、僕がね作ったえ無料のねプラグインというものをね最後に、ね ちょっとだけ紹介できればと思います。これは誰でもね、無料でダウンロードできるので、ぜひ行ってほしいんですが、これをインストールしてあげると、このエフェクトの中にビジュアルパークというのねものが追加されて、ここのゼロベースパックというものをね、えー、みんなインストールすることができるようになるはずです。で、これが非常によくてですね、例えばこの移動アニメーションとかですね、これをね、こんな感じで何かに入れてあげると、はい。 勝手に移動して登場するとかえ、そういったことができるようになったりしますしあとはズームエフェクトですねこれをね、取り込んであげるとわかるかな勝手に動画がズームすることができるようになりますで、このね、ズームの拡大率とか、えー、ピボットでこのあとは位置とかをね調節してあげたらこれで自動でガッとズームして終わる頃にはズームがアウトされるんですよちょっとトランジションがあったんですけど はい、で変えることができたりするので、まあ、このようにね便利なエフェクトが5つ入ったような状態になっているので是非ねこちらも無料でねダウンロードしてもらえたらと思いますはい皆さんいかがだったでしょうかたった15分間でほとんどの機能を覚えることができたんじゃないかなと思います今回紹介したメガフォントパックやゼロベースパックというのは僕たちが運営しているオンラインショップビジュアルパックからダウンロードすることが可能ですそして今回この動画を見た方限定にクーポンをね発行させていただければなと思いますビジュアルパックのプラグインの購入の際に使うことができる限定のクーポンを発行しておきました のので良ければここちららも概要欄のリンクからこそっとチェックしていただければなとと思いいますということで、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ダヴィンチリゾルブをより詳しく学びたい方は、こちらの動画、あるいはこちら、こちら、こちら、たくさんね、このチャンネルでは出していますし、え便利なプラグインもたくさん、まだまだたくさん開発していきますので、このチャンネルをね、見逃すことなく、忘れることなくね、グッドボタンとかチャンネル登録していただければすごく嬉しいなというふうに思っております。何度でも見返せるようにね、この動画もいいねで保存しておいてください。というわけで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた さあ、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ